こんにちは。今日の講義は書籍、教養としての金利です。金利、これは金融の世界では極めて重要な概念です。日常生活でも、銀行に預金をする際やローンを組む際には、その金利がどのように影響するかを知っておくことが重要ですね。では、金利とは具体的に何でしょうか？金利は、お金を貸し借りする際に発生する利子のことです。貸し手が貸したお金の利益として得るものであり、借り手はその利子を支払います。この利子の率を金利と呼びます。ただし金利には様々な種類があります。固定金利、変動金利、さらにはゼロ金利やマイナス金利など、その性質は多岐にわたります。金利の計算方法は様々ですが、一般的には年率で表されます。年利率とも呼ばれるこの金利は、利子が年間でいくらかを示します。例えば100万円の預金をした場合に年利率が 1% ならば、1年後には100万円に1万円の利子が加わった101万円となります。これが金利の基本的な計算方法です。債券という金融商品も金利と密接な関係があります。債券価格と金利は逆の関係にあります。金利が上がれば債券価格は下がり、金利が下がれば債券価格は上がります。これは将来の金利が高いほど、現在の債券よりもその利回りが良い別の債券が市場に出回る可能性があるためです。金利の決定要因は多岐にわたります。中央銀行の政策金利や市場の需要と供給、経済の景気動向などが影響します。特に中央銀行の政策金利は金融市場全体の金利水準に大きな影響を与えます。そのため中央銀行の金融政策は国内外の経済に大きな影響を与えます。金利が経済を読み解く手がかりとなることもあります。金利の動向から景気の動向やインフレーションの可能性などを予測することができます。また金利が上昇すれば貯蓄を増やす人が増え、消費が減少することも考えられます。これが金利と経済との関係性です。そして最近ではゼロ金利やマイナス金利という異例の状況も現れています。これらは通常の金利がゼロを下回る、あるいはマイナスになる現象です。これらの政策は通常の金融政策とは異なり、景気刺激策として採用されることがありますが、その影響や効果については議論が分かれています。金利という概念は経済を理解する上で非常に重要です。その影響は個人の生活から国際経済まで幅広く及び、その理解はますます必要不可欠です。金利について学ぶことは金融市場だけでなく経済全体を理解する上での重要なステップです。金利に関する理解を深めるために、具体的な金利の種類や影響についてさらに詳しく見ていきましょう。まず金利の種類ですが、固定金利と変動金利があります。固定金利は借入金利や預金金利が一定期間変わらずに維持されるタイプです。これに対して変動金利は市場金利の変動に応じて金利が変動するタイプです。固定金利は金利の変動リスクを避けることができますが、変動金利は金利の動向に応じて金利が上下するためリスクがあります。さらに金利スワップやコールレート、 LIBOR など金融市場には様々な金利指標が存在します。これらの指標は市場金利の動向を示す重要な要素となります。金利スワップは固定金利と変動金利を交換する取引であり、金融機関や企業などが金利リスクを管理するために利用されます。また金利の動向は国内外の経済に影響を与えます。例えば中央銀行が政策金利を引き上げると、借入金利が上昇し消費や投資が減少する可能性があります。これによって経済の成長が抑制され、インフレーションが抑制されるというメリットもありますが、景気後退のリスクもあります。一方ゼロ金利やマイナス金利は通常の金融政策手段が限界に達した場合に採用されることがあります。これらの政策は金利が低い状況での経済活動を促進することを目的としています。しかし長期間にわたってゼロ金利やマイナス金利が続くと、金融機関の収益が低下し金融システム全体に影響を与える可能性があります。さらに国際金融市場では各国の中央銀行の金融政策や経済指標によって為替レートが変動します。金利の差が為替レートに与える影響は大きく、
これによって輸出入や国際投資に影響を与えることがあります。金利は経済の重要な要素であり、その動向や影響を理解することは個人や企業、国家レベルでの意思決定に影響を与えます。したがって金利についての知識を深めることは経済を理解しリスクを管理するための重要なスキルです。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、健康でなければ知識を吸収し成長することも、また人生を十分に楽しむこともできません。体が健康であることは、あらゆる面での幸福や成功に不可欠です。そのため、健康管理は決して軽視してはならない要素なのです。健康管理といえば、ダイエットやトレーニングも不可欠ですよね。その中でも注目したいのが、ライザップ結果にコミットプライベートジムです。このジムは、ただダイエットを目指すだけでなく、健康管理に特化したサービスを提供しています。まず特徴の一つは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングです。一人一人に合わせたプログラムを提供し、効果的なトレーニングを実現します。そして食生活やメンタルのマネージメントも重視しています。健康な体を作るには、トレーニングだけでなく食生活やメンタルの健康も重要ですからね。さらに30日間無条件全額返金保証がついています。これは自信の表れでもあります。もし満足いく結果が得られなければ、全額返金してもらえるという保証は、顧客に対する真摯な姿勢を感じさせます。トレーニングの内容も無理のないものです。1日50分、週に2回のトレーニングで、健康を害することなく自分のペースで取り組むことができます。無料カウンセリングも受けられるので、自分に合ったプログラムを選ぶことができます。そして何よりも、完全個室のプライベートな空間でトレーニングできるというのは、多くの人にとって魅力的な点でしょう。他の人の目を気にせず自分に集中できる環境は、効果的なトレーニングを行う上で大きな利点です。ライザップ結果にコミットプライベートジムは、これまでにダイエットやジム通いが続かなかった人にもおすすめです。専属トレーナーが作るあなた専用のプログラムで、無理な食事制限なしに健康的に痩せることができます。そしてリバウンドしにくい体作りが可能です。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。